はい、どうも、水にゃんです。本日のサブチャンネル1本目の動画になるんですけれども、皆さん、昨日はですね、東京都知事選挙お疲れ様でした。いや本当にですね、まあ、東京都知事選挙、小池百合子さんが、ゼロ打ちで当確でですね、まあ、2番手が宇都宮健二さん、3番手が山本太郎さん、4番手が小野泰輔さん、5番手がですね桜井誠さんで、6番手が立花孝志さんということで、でやっぱりですね、まあ、事前の、世論調査通り、小池百合子さんが当選ということで、ございました。まあ、これはですね、選挙に関しては、後々、動画をですね出して、で、これ、まあ、僕の動画なんですけれども、まあ、いろんな、議員さんとか、あといろんな政党の支持者の方とか、ご覧になっていただいているので、で、まあ、今後のですね選挙戦術であったりとか、まあ、その戦略とかにね、生かしていただければなというふうに、存じております。で、まあ、今回の、サブチャンネル1本目の動画になるんですけれども、またまた NHK から国民を守る党から、離党者が出ました。で、北区の区議会議員を務めてらっしゃる、三木慎太郎議員ですね、離党しました。で、まあ、この情報に関してはですね、先週、ですね、まあ、ちょっと党の関係者の方より、まあ、リーク情報をいただいておりました。ただですね、ちょっと真偽のところがまだこう分かりませんでした。なのでちょっとですね、公表するのは控えていたんですけれども、いやついに、まあ、NHK から国民を守る党とい う, こう泥船からこう離脱する人がですね出てきました。で、まあ、三木慎太郎議員のですね離党の理由に関してはちょっと、分かりません。まあその本人もですね、まあ、ツイッターでこう辛労というものをですね挙げていたんですけれども、まあ、これが果たしてですね本心なのかどうかこう分からないところにあります。で、立花孝志さん、まあ、今回堀江門新党からですね立候補しまして、東京都知事選挙確か4万数千票ということで、主要候補として挙げられていたのにもかかわらず、大惨敗を、記録しました。で、まあ、立花孝志さんがなぜ、どん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 票数を減らしていってるのかということなんですけれども、こう立花孝志さんに求められているこう需要と立花孝志さんが、供給しているもの、これがですねミスマッチングしていることが大きな要因だというふうに思ってるし、で地方議員の方々もそれ多分まあ感じていると思うんですね。で地方議員の方々はですね、まあ、NHK 問題を何とかしたいということで NHK から国民を守る党に入り、 NHK から国民を守る党からこう立ち上がり、で政治家になったんですけれども、その東京都知事選挙において立花孝志さんが訴えていたことは、その堀江門新党で堀江貴文さんの著書東京改造計画に載っているものなんですね。なのでNHK から国民を守る党の地方議員は NHK 問題取り組みたいのに、いきなりこうそこにですね、まあ、堀江門新党という新たなそのね堀江門の思想という新たなこうエッセンスが入ったことで、でちょっとねミスマッチを起こしているわけです。で、まあ、その NHK から国民を守る党の地方議員の方々っていうのは NHK 問題以外のそう政治思想というのは結構バラバラなんですよね。で中にはですね、まあ、保守的な思想あったりとか、リベラル的な思想があったりとか、それぞれ、政治思想異なるわけです。でそこにですね NHK 問題と、ほぼほぼ関係ないその堀江門の思想というのが入るのはどうしてもですねやっぱ違和感を、覚えるでしょうし、でかつですねその堀江門新党のために、ね、NHK から国民を守る党の、議員であるこう自分が NHK 問題取り組んでるのに、ね、関与するのちょっとどうなんだろうというね風に思ってる方とかいます。で、まあ、実際ですね NHK から国民を守る党の、議員の地方議員の方々ですね、一部の方々はその堀江門新党の選挙活動をこう協力していましたけれども、で一部の方に関してはですね、まあ、ノータッチという方も、いらっしゃいました。なのでまあそのいろいろ、まあ、地方議員の方々もその思うところっていうのあるんだろうなというふうに、思ってます。はい。でまあ、三木慎太郎さんに関しては、まあ、僕の印象なんですけれども結構ですね保守的な、まあ、思想を、持ってらっしゃる方だなというふうに、思っております。
で保守的な思想を持っているけれどもそのホリエモン神道の考えで共鳴できないところがあると、でだからその離党するというような選択を選んだのかなとね、感じました。でもともとですね NHK から国民を守る党がなぜ勢いがあったのか、でこれに関してはで国民の人たちのですね NHK に対するヘイトで、これをですねやっぱりその緩和というかヘイトというものを受け止め、そしてそれを発散する役割だったんです。でだからこそワンイシューというのに、非常に、その魅力を感じた、有権者の方々が参議院選挙でも NHK から国民を守る党に、投票したわけなんですけれども、ただですねまあ、その NHK 問題真剣に取り組まない、 NHK 問題をやらないのであれば別に NHK から国民を守る党に入れる理由はないって、入れる理由はないわけですよね。でそういう部分で有権者の人たちとのミスマッチも起こったんではないかなというふうに感じました。で NHK から国民を守る党自体ですね、やっぱ立花孝志さんの個人焦点なわけですよ。で、まあ、党の地方議員も増えで個人焦点だけでとやっていけないような形になってる。で NHK から国民を守る党の党勢拡大も現状できていない状況で、 NHK から国民を守る党の票はどん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 減っていってます。で立花孝志さんがいくらですね長い目でこうね見てで選挙戦を戦ってたりとかで、あとこれは戦略なんだと言ったところでそれはやっぱ結果としてこう伴っていないわけだから、まあ確実なこれは戦略ミスで、プランの、間違いであるわけなんですよ。で、まあ、昨日ですね立花孝志さん YouTube ライブでその敗戦の弁述べていました。で各その候補各陣営についてで自分なりのその考察であったりとか自分なりの意見を述べていたんですけれども、まずですね、その他の陣営のことをああだこうだ言う前に今回立花孝志さんは4万7000票ぐらいしか取れてないわけだから、まあ、自分をね見返しなさいって話ね。まあ、立花孝志さんからすれば、まあ、自分の非であったりとか自分の間違いはその認めたくないところもあるのかもしれないけれども、ただですね、まあ、NHK から国民を守る党であったりホリエモン新党十分戦略ミスを今回しております。で、まあ、どういうところがですね戦略ミスなのかに関しては、まあ、後日ですね、まあ、動画上でこう述べていきたいと思っているんですけれども、相次ぐその地方議員のこう離脱でこれに関してはしっかりと重く受け止めなきゃいけないんじゃないかなというふうに、僕は思いました。で、まあ、三木さんに関してはですね、まあ、北区の区議会議員ということで、まあ、今回ホリエモン新党からですね、まあ、その北区の、都議選の補選に、立候補者を一人、出していました。で、まあ、その方のですねポスター貼りとかやっていたみたいなんですけれども、まあ、その中でいろいろですね感じたこととかあったんだろうなと。で、まあ、北区の都議会議員選挙で補欠選挙に立候補していたホリエモン新党から新藤かな候補選挙ポスターで炎上しました。で、まあ、その選挙ポスターでその炎上するということが今回じゃあプラスに働いたのかそれともこうマイナスに働いたのかって言われると、僕はですね単純なこう票数で考えたら僕は、マイナスに働いたというふうに思っております。で今回ですね、まあ、北区に関しては、まあ、上位こう3つのこう候補がですね、まあ、接戦でしたね、言うて接戦でした。で、まあ、ちょっと都民ファーストちょっと厳しい結果になりましたし、でホリエモン新党に関しては、まあ、論外の数字だと思います。で、まあ、これですね、まあ、票数だけ見た時にあホリエモン新党を検討したんじゃないかってこう皆さんこう錯覚されると思うんですけれども、実はですね、まあ、数字のこう中身を見たりとかすると案外そうでもないんですよね。で、まあ、その新藤かな候補っていう、まあ、あそこまでのこう候補を出してであの数字っていうのはどうしてもねこれはねあの戦略ミスだと思うし、これはもうあの完全な失敗だというふうに重く受け止めた方がいいと思います。やっぱりですね選挙というものはですね、まあ、勝ってなんぼなところがあるわけですよ。で、まあ、負ける前提でその戦をしたところで結局ですね戦を共にこう戦ってくれる人たちのモチベーションが上がらないのなんてそれは当然ですよ。だって選挙のボランティアの人たちっていうのは自分のこう貴重なねその時間を割いてでそれでまあ一生懸命ですね、協力してくれるわけだから、そのこう労に、報うような形は非常に大事なはずなんですね。
ただこうやっぱ NHK から国民を守るとホリエモン新党を見てると、負けても戦略通り、負けても戦略通りのまあ言い訳ばっかりで、そりゃまあそのボランティアの人たちであったりとか支持者の人たちのモチベーション下がるのがそれ当然の話だと思います。こういう部分しっかりこう変えていって、こう未来に対してこうポジティブな言葉を言えるようなまあその候補者じゃないと次はないというふうに思っておいた方がいいと思います。まあ、今回ですね、まあ、NHK から国民を守る党よりこう再びこう離党者がこう出たということで、まあ、なぜその離党者がこう出たのか、でこれに関してはですね、ちゃんと方針そして戦略を見直した上で、ね、今後、そういうことが起きないようにしていくのがやっぱ党のガバナンスをこうね、守るということにつながってくると思うので、まあ、そういうところですね、支持者の方々ももうなんかね、何でもかんでも立花さんの言う通り、何でもかんでも立花さんが正しいっていう視点ではなく、まあ、こういうことからですねしっかりと学んでいくことが非常に大事なのではないかなと私は思っております。はい、まあ、てなわけでですね、まあ、本日の動画なんですけれども、ぜひともですねグッドボタンとあとチャンネル登録をよろしくお願いします。以上、みずにゃんでした。本日の動画ご視聴いただきましてありがとうございました。よかったらですね、サブチャンネル他にもですね、動画がありますので、よかったらこう見てください。じゃあね。